っていうのは大事だったと思いますけどね。それをなくしちゃったっていうか、ああいう形で記者会見出てきたのも出てきた瞬間に残念ですよね。ではそれぐらいの気持ちで出てきているんだと見せといた割の記者会見でもなかったっていうのはすごく残念ですね。 もっといろんなこうやり方があったんだろうなと思って。件があってから本当はエリナも病気が嘘なんじゃないのって言われたことがあって、本当に田村ごちさん直接的ではないんですけど、そういう風にこういう秋葉原の隅っこの方の世界でも影響が与えてるっていうことが本当に悔しくて泣きそう、もう泣きました。二人も嬉しい話なんですが、はい、今回のそのイベントの話があった時に、はい、うちの娘の方が、じゃあ私もメンバーに入れてもらえるようにお願いしてきてなんて、まあ多分そいつはずーっとステージの間中仮面は外せないですけどね。メンバーに入るためにはやっぱりちょっと歌とかね、はい、娘さんどんな感じなのかなと。そうですね、お歌の方は多分ね、歌はね、あれだけど、運動神経はいいんで、一生懸命踊って口パクするから、あとは他のメンバーに。私たちの仮面女子の三大原則はOK ということで、恋愛しても OK、まあ、ファンの方と関係者の方以外という一箇条と、あとはずっとこの仮面をかぶってますよっていうのと、あとは紅白に出るのが目標で、出れたらファンの方を家庭に呼ぶという、ダディの家に、ね、あの大家族の中に呼ぶのはもう全然 OK っていうことだったので、ね、じゃあまずはね、そうですね、チェキ係から始めてもらいましょうか。はい、ぜひぜひ、もうすごい私たちにとっても本当に嬉しいので、ダディの娘さん加入してくれたらいいなと思っています。待ってます。こんな私たちの常設劇場パームスまで盛岡からお越しいただいて、もう本当にありがとうございます。次はぜひご家族みんなで遊びに来て